しようということなんですが、はい、ね、阿部ちゃんが考えてくれたんですよね。決めました。さあ、どんなところに思い出の味。何、まあ、半年以内。ほう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 、全員共有されてますよ、ね、思い出は。してるわ。全員だもんね。なんか予想つく。いや、わかんない、俺もわかんない、うん、いやいや、勘でもいいよ。勘でもいい、うん、まあ、でもなんかパエリアかな。勘だけど、俺もわかんないけど。え、なんて言った今。勘でパエリアか、そういうあれなんだ。すごい。スノーマンの新しいアルバム、はい、レイズ、はい、そうですね。まあ、それのリード曲エンパイアを、はい、ミュージックビデオをスペインで撮ったじゃないですか。それがしゃだました。その休憩時間にパエリア、はい、食べました。いただきました、いただきました、出たね。めっちゃ美味しかったじゃないですか。激うまでしたね。そろそろ食べたい。あー、なるほどね。あ、いいじゃないですか。じゃあいつも通り飯屋行く前に一本ドライブ。すごい裏の話です。いつも通りです。阿部ちゃんのドライブで早速行きましょうよ。飲みに行こう。じゃあそれでは阿部さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうすか最近。すごいじゃん。どうすかお兄さん。どうすか。いいじゃないですか。わり、ね、かし久しぶりじゃないですか、また。確かにね。だからアルバムの話になると映像ものがすごいよね。すごいわ。踏まえてすごいすごいわ。確かに。だからエンパイアに関しても1年ぐらいやってる。あ、でも そんな感じするね。スペイン行ってから約半年、半年弱ぐらい、うん、そうだね。でさ、その現地のパエリアがめちゃくちゃ美味しかった、ね。うん、やばかったね。震えたもんね、まさか。なんかさ、めっちゃ浅い真っ平らみたいな方、そうそうそう、鍋のまんま出てきて、うん、最高だったな。もう一回食べたいなってことで。え、そこの今から行くところ、ね、待って、パエリア決めた方がいいんじゃね。噂によると1時間ぐらいかかるって言ってたよね。え、やばくないですか。注文してから。阿部ちゃん、なんかあんの、その何がある。おすすめみたいな。手羽先とかね。ちょっと待ってください。急に飛んだな。スペイン料理ですよ。うん、スペイン手羽先あったっけ。急に名古屋行っちゃったから今。あったっけ。ごめん。ちょっとスペイン堪能したい、ね、堪能したいですから。え、でもやっぱり1個はイカスミなんじゃない。あ、あるかわかんないけど、お店の人的にもそれが映えますよって。うん、はあ、黒くなんない、大丈夫。この後だって、そうだよ、稽古とか MV じゃない。 MV ある。やべ、ね、歯ブラシ買ってこうよ。さすがにずーっと黒いわけじゃ。一旦メニュー決めます。決めるぞ、メニュー。メニュー決めます。あ、もうそれなんちゃう。てか、プライベート何してるん。ドラマクランクアップしたばっかな。あ、そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。お疲れ様でございます。そっからはなんか落ち着けてんの、その自分のやりたいことみたいな。桜井有吉在外出た時にさ、なんかスノーマンで全員出た時に、なんか買い物勝負みたいなのしたじゃないですか。金額合わせるやつ。そうそうそう。で、その時になんかスマート家電いいなって思ってたの。おう、だからその自動でカーテンが開く。はいはいはい、ありますね。 あれを導入しました。え、それは何、自分でボタン押さなきゃいけないの。いや、もうね、なんかそのタイマーみたいなのを設定して。だ、うちは朝9時にカーテンが勝手に開いて、深夜0時に閉まるようになる。何それ。スマートすぎる。すごい、マジ。そんなことしてんの。なんか阿部ちゃんそういうの好きよね。なんかそうね、そういう、なんだろう、家電というかさ、うん、で、今その新しい試みとして、外にいても、外にお風呂のスイッチを押せるっていうのをちょっと今調整中。調整すんのそれ。そう、あー、もう家帰ったら、うん、お風呂が沸いてる状態。そう、それが理想。お客さん的には、ただでさえ便利な世の中でもすごくね。ね、それ自分で携帯出るとか。あ、そうそうそう。できないかなって今ちょっと試行錯誤中。いいっすね。いや、そんな感じです。ちょっとプライベート、まあ確かにそういうちょっと家にねいてね。ダツさんは、ダツさんはいかがですか。プライベート、まあでもダツさんもね。そうね、何してっかな。でも買い物はしてますよ、やっぱり。そうか、ちょっと教えてくださいよ、最近何買ったの。なんかコートで。うわ、すげえ言うじゃん。全部ファーです。あ、来ました今。ファー、全ファース。毛皮みたいなこと。ね、あれ羊かな。だからそれでツアー回ろうと思って。なるほど。あ、冬だからね。そう、いいね、それ着る。なるほどね。やっぱ買い物だよな。ルッカさんはさ、そのドラマクランクインしたわけ。はいはいはい。
クランクインしたらその買い物の手は一旦止まる？ああ今ね止まるかなと思ったのよ。そのお金使わなくて済むと思って俺も安心したの。まあだってねその忙しくなるわけじゃん。そうそうそう。でもねなんか止まってないかも。最近何買い物したんですか？最近は本当に一番最近で言うと俺髪の毛の色をちょっと染めまして切ったり染めたりして、うん、寝るじゃん、うん、で多分寝返りとかで摩擦で俺朝起きたら枕が髪の毛だらけなのよ。あ ちぎれちゃって全部そうだから何ていうんですかそのサテンというかこう摩擦を軽減する枕カバーみたいなのを買いましたね。へ、一番最近本当に最近だそれ。枕カバー、ああでもそれでもまあでも1万円ぐらい。ああでもまあまあまあ、うん、あとはもう今アニメティーだらけですね。うちは出た、古着でアニメティーは集めまくってるって感じです。安定の買い物の2人だね。はい、やっぱ鍋でも鍋もさ言うて買ってるでしょ。買い物そうでもない。俺はね最近してないんだよね。あそうなんだ。普通にまあ仕事はもちろんさあるし、ね、稽古入ってるけど車乗るようになってちょっと変わったかも生活スタイル。ちょっと遠出するようになった。そうそう。とか あと実家に結構帰るようになったり。あそうなの。へえそうなる。まあ確かにそうか。車があるとすごいのあるか。だから、ね、車のだから夜ドライブとかしてる人で。あらまあなんかスノーマン聞きながらうわとかなんかさマジでなんか全然イメージないんだけどさ。なんか意外。ハローハロー聞きながらすげえじゃん夜にハローハロー。でもやっぱそうなんだね車乗ってするとドライブ行動範囲が広がるんだね。やっぱ広がるし、あと音楽聴くようになる。音楽聴くようになる。あマジでそうなの。地方に行って、うん、そこのグルメとか。はいはいはい、はいはい、そういうのやりたい。あーあー、でもなんか行動範囲広がりそうだな、マジで。そうなったら。いやそうなんですよ、意外と。じゃあどっちかっていうと買い物よりも今は車乗ってどっか行って。そう、車乗ってんのが楽しいね、今。うわちょっと前の鍋ではちょっと考えらんないな。そう、だってあんま遠出とかも無縁だったから、翔太と浩二がさ、そのソレスののろけでタイに、うん、ああなんか大変だったみたいですね。ダジャレ？なにダジャレ？あダジャレ？影にかけて。いや、かけるつもりなかった。かけて。いや、マジでね、やっぱね、うん、海外は、奇想天外なことが起きる。やっぱ別、うん、そうなんだ。やっぱスケジュール通りに進まないとか。まあ、確かにな。で、帰り、うん、なんか結構、そのバンコクから離れた、うん、島みたいな。ほう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 。だから、バンコクからまた飛行機乗るとかやったりして。それはすごい。で、そのバンコクからの飛行機は1日1便しかない。やばすぎるだろ。なんかもうロケしたら帰り飛行機乗れませんみたいな時間だったから。ほうほうほう。帰りは車でバンコクの方に戻りましょうみたいな。ああすいません、ちょっと4時間ぐらい車で。はい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 。まあまあまあやばいな。4時間。うん、それ前から言われてたから、まあ、やっぱある程度の覚悟はするじゃん。そうだね、そうだね。そしたら現地のその運転手の人が、うん、4時間何言ってんだよみたいな。え7時間はかかるぞ。現地の人が。そう。嘘なのマジ。だから夕方に終わったのにバンコクに車で戻って気づいたらもう深夜になってるみたいな。え、あ待て待て、4時間と7時間は大違いやで。それでも現地の人が7時間って言うんだったら絶対そっちだもんね、うん。え、いやマジマジめっちゃなんだほんとに。えでさ、なんかお尻痛えなって思って、うん、それ言ってパッともらって、うん、お尻見たら、うん、お尻が2つに割れて、うん、割れてんのよ、もともと。なんでこの2つにハマってんの。マジしかも、仕切り直して言ったじゃん。2つに割れたの。でもさ、あのタイ、よかったね。あ、よかったっすか。その過酷だったんだけど、うん、気候がいいわ。あこのさ、日本はちょっと湿度が高い時期も結構多いじゃん、はいはいはい、もう向こうはカラッカラだから、うん、それはいいわ。いや、おもろいわ。でもなんかいいな、でもソレスノで海外とか行きてえな。行きたいよね。そうか。
ないなあ。まあ、久しくロケしてないんだ。え、阿部ちゃんは行ったじゃんか。タイ、去年タイ行ったし、で今年ロサンゼルス。お前なんかなんかすごい行ってない。お前さ、ありがたいこと、まあ、ペクサー行かなかった。ペクサー行ったよ。は、あれめちゃくちゃ楽しかった。うん、いやさ、はって言ってるけどさ、あなたさなんかさ普通にハワイ楽しむ番組でなんか2回ぐらい行った。いや、ちょっとごめんなさい、あの本当にごめんなさい、それはもう本当にもうただのご褒美ロケ、2回ハワイ行ったって感じですね。いや、その一夏にハワイ2回行くって相当だよ。いや、なかなかでしたね。鍋ってハワイ行ったことある？いや、ないんです、これが。ない。あ、そう。だからね、一度ハワイに行きたい。え、阿部ちゃんはあるよね。これある。伊達さんはこれある。だよね、だから鍋だけない。ハワイ行きて。ハワイいいぞ。ハワイが楽しい。あの、ハワイもマジで過ごしやすいかな。いや、そう、夜はちょっとしてるんだ。そうそうそう、で夜はちょっと涼しい、なんかシャツがあったらいいなぐらいで。涼しいけどね。そうで、飯もうまいぞ。いや、全部美味しそうだったもん。全部のやつも見ましたけど、いや、ほんとうまい。見させて、ありがとうございます。見てる、ほんとうまいぞ。あれ、もうなんか気づけば中目か。気づけばじゃない、しか来てない。中目来てないな。隠れた名店が多い。マジ、そっち系なんだ。そっち系。え、俺なんか意外かも、中目黒来てなさすぎて。ほら、焼き、あ、あー、はい、やっぱラーメン屋は多いね。多いっすか。あー、麺系が多いね、やっぱ中目黒。あー、でも焼肉もあるな。なんかさ、そのドンキの路地、うん、入ってたところにさ、うん、ネギそば、夏限定でネギそば。知ってる。え、ネギそば。そう。何それ、もううまそうじゃん。なんか行列なんだよ。並んでるよね。そう、行列。ネギなの。ネギそばっていう、なんかちょっと冷やし中華っぽい。うわー、感じ。絶対うまい。いいね。それ、うわー、夏限定なんだって。おお、この壁に映るんじゃねえか。煮越しが映るんじゃねえか。煮越しが映るぞ。今、時期的にやっぱそのお祭り捉えてくれ、捉えてくれ。あ、来た来た、映った。よいしょ。今この時期か。すげえなー。これ見て、結構シュールじゃない。この画面。あ、いいねいいね。よかった。なんかどっかでさ、ちょっとお祭り感じたかったからさ。この時期ってそうじゃん。ブッシュ、ブッシュ、ブッシュ。ちょっとお腹空いてきたな。確かに。今日何も食ってないんですよね。食ってないですよね。それはちょうどいいんじゃない。なんか奥まってきましたね。こんなところにある。このところにスペインに行けるんですか。行けるってこと。スペイン感じれるってこと。本当にあんだろうな、スペインがここに。このまま行けば、え、なんか住宅街やん、普通ね。もうマジで。ああ、え、中継ピンクが出ている。あれだ、あそこにじゃあ止めればいいんだ。行け行け。どういうこと。うん、ああ、ねえ、はい、じゃあスペイン思い出しに行こうぜ。スペイン思い出しに行っちゃおう。阿部ちゃん、ありがとう。食べよう。阿部ちゃんのあれ、運転の欲が劣るの忘れたわ。おい、止まっちゃったよ、もう。今撮ろうぜ。ちょっと今撮ろう。あの、いいね、いいね。はい、いい。運転してる風で、風で。いいよ。ああ、いいね。いい、欲しい。どこに使うの。いいよ、もう。あの右上のあのちっちゃいやつ。最後の。